のホームランバッターから比べたら変わったみたいですね。でもね、昔はどっちかというと田淵さんにしろ王さんにしろ、ね、片方に寄ってたでしょ。そう最近はね、まあ、僕もそうなんでしょうけど、バースもね、右打ったり左打ったり真ん中打ったりでしょ、うん、だからね、そういう両方に打つね、まあ、いろんなそのこの家庭の間にいろんな人のこう、ね、バッティング盗んだりとか真似たりとかね、はい、この人のビデオちょっと見てください。どういう比較になるかな。まあ打ったというんだけども、その比較、いや今年よく打った人、この人の話聞いてみようか。そうですね、はい、打った人で打たれた人 ね、 相手はなんていうんでしょうかね、こうバッターこそ相手でね、こうカーッと向かっていくものはなかなかないんですよ。あの打席でもそうですし、普段のこうバッとしてる、いつもニコニコしてね、力の抜けてるような感じでしょ極端に言えば何考えてるか分かんないですからね、まあ、打つことを考えてるでしょうけどね、資格はデッドボールしかないねどう、デッドボールしかないって、うん、デッドボールがね、大体少ないんですよね、うん、というのはあんまりピッチャー信用してないですから僕は、うん、大体この辺に来るだろうっていうのは目線で分かるでしょ、うん、見てたらさ、逃げながら打ってるという、とこもあるもんね。ずるいんですよ、その逃げながら打ったというね、そういうふうの真似たとか盗んだとかいうね、この人と比較してみたんだけどね、ちょっと見てもらおうかな。どういうのが出てくるか、この人、先輩の土井選手ね、よく似てんだよな、これどういうとこ盗んだ。あのね、バットの構えからね、ものすごいあのスムーズにボールに一直線出てくるんですよね、うん、だからあの本当にね、僕の先生って言ったら土井さんでしょうね、うん、ただ前は落ちるのが大きいよね、はい、その分だけホームランが出る、そうですね、という感じするんだけどね、まあこういうバッティングをね、落合がしてくれて三冠を取るなんて嬉しいというこうね、思ってるんでしょうけどもね、その土井さんの話をちょっと、はい、次の日が試合だということでバス移動するんです。その時にですね、彼は眠そうなあのペースで来るんですね。でそうした時にちょっと横の方に座った時に酒が臭いんですね。僕なんか試合前だからとてもそういうことはできないんですが、それで大丈夫かなと思って試合になったんです。そしたらですね、全くそういう心配とは別にですね、ガンガン打ちましたなんだ、酒臭かったって試合前に。いや、あの当時のね、ロッテの選手ってみんな酒臭かったですよあ、ひどい二日酔いで試合に臨んだわけ、もうそういう選手多かったですね。じゃあもうボールがもうストレートが変化球なんか見えるでしょうか。だから今言った土井さんなんかそう典型的なもんですよ土井さんが典型的なもん落合だけじゃなかったと、僕だけじゃないですか、ということだけどまあそういうことでね、まあ本当に落合選手ってのは自由人だっていうふうな感じするんだけども、やっぱりね、小さい頃からこうなんていうかね、わんぱくというかね、秋田時代はわんぱくだったんでしょう。そうでしょうね。ねえ、ガキ大将。いや、ガキ大将じゃなかったですね、うん、女の子に優しかった。いや、そんなねえ、あ、口もあったあのね、写真だとかね、いろいろこの人の話があるんですよ。ちょっと懐かしいというか、もう合ってるかな。お、小学校入るか入らないくらいじゃないですかね。かわいい。まずいやんちゃってますか。いや、この頃は悪いことはしなかったですけども、スケールはやっぱりずいぶん大きかったですよね。例えば、まあ、喧嘩それにしても、まず大体自分より年の上の連中と喧嘩してますしね。まあ小学校2年ぐらいで中学生相手にして喧嘩してましたから、中学校ぐらいの頃ですか、私らの試合にまず潜りで連れてきましてね、ノーヒットノーランですか、やりまして、そしてホームラン1本ですかな、それから二塁打2本ぐらい打ってるわけですよ終わりましてから、まあチームから苦情が来ましてね、中学生に投げさせてもらったら困ると、うん、そういうことがありましたけどもね。ねえ、9歳年上の兄さんなんて書いてましたけども、そうですね。兄貴に迷惑かけたんだろう。一回ね、死にそうになったんですよね。どうして？泳ぎに行って、ああ溺れちゃってね、僕。これでね、どうしても溺れると上に行きたかったでしょ、うんうん、で兄貴の頭のてっぺんになっちゃって、ね、2人で今頃いなかったんじゃないですかね。そうね、まあそういうふうなね、兄貴も本当に今のこう活躍をね、ものすごくこう喜んでるんでしょうけどもね、
まあ、やはり我々野球選手っていうのはさ、小さい頃から甲子園目指したりプロ野球目指したり夢だったでしょ、はいはい、そういう夢に挑戦してきた頃のね、秋田工業の時代なんですけどもね、甲子園出た？いや出てません。あ、出てなかった。俺と一緒だ、仲間だ。そうですね、うん、まあね、その時代の部長に聞いてもらいましょう、はい、いやこれはお世辞にも練習をやったとは言えません。他校の場合であればおそらく退部させられていたんじゃないかとこう思います。しかし私どもの方はですね、その素質というものを誠に惜しいなということで辛抱に辛抱を重ねながら使っていったと、こういうふうな状態でございます。本当にそう。その通りですね。もう本当に今も昔も同じという感じだな。そうですね、僕はあの高校2年の時のね、夏の予選出てないんですよ。あ、そう、はい、どうして？いや、やめてたんです。あ、そう、嫌になっちゃったんですか？退部してたんです。もう大体8回くらいやってるんですよね。入ったり入ったり。そうです。なんかどっかの息子みたいな。そうですか。そしてまあその時代練習嫌いだったんだけども、まあ卒業させていただいて、はい、で東洋大学に3ヶ月で退部退学というデータ出てるんだけども、ね、3ヶ月でね、普通4年かかるってことね、うん、3ヶ月で僕は卒業した。卒業した。なるほど。もうそういうことでね。ああ。でその間はあの田舎に帰ってたんでしょ？2年間ばかし。うん。帰った時何やってたの？いや何にもしてない。ボウリングやったりね。うん、まあ、せいぜい朝野球程度ですかね。ああ、朝野球ね、いわゆる草野球ね。そうです。あ、そう。おはよう野球ってやつですね。ああ、なるほどね。まあそういうことで、まあこういうふうないろんな紆余曲折があってここまで来たということは、まあおそらくね、世の中で一番恐ろしい人、この人の話ちょっと聞きましょう。今年はどういうことをしたいか、仕事面いろんな面で、実生活の上でもね、どういうことを自分は目標っていうか、そういうものをお互いにこう立てるんですけどね、計画を。今年はもうできるだけね、いろんなタイトルを欲しいわねって言うとね、おうって言って、それをね、なんかこっそり書いてるみたいですよ。三冠王は3回取った方がいないって言うんで、じゃあ人のしないね、その3回どうしても取ってっていうことで、なんかね、野球知らないだけにね、勝手なそのね、注文つけちゃったんです。恐ろしいこと言いますね。三冠王を3回取れって。はい。それで王って答えたの？3回取りますって言ってる。ああ、そう。なんかほら、ホームランの記録にしろね、うん、ヒットの記録にしろ、うん、とてつもない記録でしょ。そうだよね。だからもう単発の記録しかないんですよね、うん、奥さん全然野球知らない？全然知らないです。ああ、そう、はい、今抱えてた犬ね、落合によく似てたよ今。そうでしょ。しっかり抱きしめてたね。本当に、まあ、そういうことで、まあ、奥さんの夢を叶えるということで、その三冠王3回、2回はもうクリアしたんだけど、3回に挑戦するんだけども、やっぱりその三冠王3回目ぐらいはさ、どうだろう、4割一発取って、うん、三冠王3回の方が早いでしょうね。うん、4割よりは、うん、4割打つときってあれじゃないですか、うちのチーム自体がね、うん、僕に代わる4番バッターが出てきて初めて、なんていうの、僕はなんて脇役って言ったら変なんですけどね、うん、それ慣れるときに初めて4割打てるんじゃないですかね。ああ、そうか、もうね、打率は稼げるときにね。なるほどね。まあ本当に明日でね、もうペナントレース終わるんですけどもね、はい、まあ長いようで短かったと思うんですけどもね、この1年間振り返ってみて一番思い出になる。その前にね、うん、ああそうだそうだ、ごめんごめん、ね、その夢を挑戦するのにね、激励の言葉が入ってる、見よう。そうですね、うん、ヒロ、久しぶりだな、モンマだよ。今年もよく頑張ったな。高校の時だば、あんまり大した差がなかったけども、今、すごいな。来年も頑張ってくれよ。今度は大阪の秋田の星、頑張れ。秋田の星。これね、朝野球やってる頃のメンバーなんですよ。で、今喋ったらいたでしょ、ええ、あれ高校の先輩なんですよ、野球部の。あ、先輩。はあ、はあ、実力に差はなかった。こんなね、ほどかったんですよ。もういい親父さんですね。そうだね。藤田さん、今の横幕にありましたけども、三冠王で4割で優勝ってのはどうですか？もう来年は
優勝の方したいですね。優勝の方したい。なるほどね。まあ先ほどちょっと言い損なったんですけどね、まあ、今シーズンの一番思い出になる日、思い出になる試合。やっぱりあれでしょ、4月の14日のね、村瀬さんが、ああ長寿が勝った時、ね、それで僕はほらホームラン2本打ったでしょ。でね、やっとなんていうの、勝てたっていうのかな、村瀬さんの勝ちに貢献したっていうのが、ね、あなるほどね、一番の思い出でしょうね。僕たちも涙を流したあの日だったんですよ。村瀬さんに今日来てもらったんですよ。あ村瀬さん、ご苦労様。ご苦労様、こんばんは、ようこそ、ね、今シーズン17勝5敗見事にね、昨日カムバック賞が決まったんですけどもね、はい、なんか本当に嬉しいです。そうね、本当に7日ですよね、星野さん、サンデーがスタートした初めての日に、はい、僕自身も一番思い出ありましてね、はい、勝てるか勝てないかって、今年野球生命僕自身もかけてましたからね、はい、これどうなるんだろうっていう、そこの不安なところでスタート決めましたからね。だからまあ心強い味方ね、落合みたいな、こうとにかく打ってきますよね、はい、特にあの村田さんが、ね、お投げになるときに落合さんがホームランを打つっていうパターンが多かったですよね。そうですね、はい、よくマウンド来てね、はい、今日俺も完封するとか、まあ、一応はその言うんですけどね、はい、もう彼はまあ4割っていうのすごいもう果てしない夢を持ってますけどね、はい、まあ、僕自身はこうとにかく今日からスタート一緒っていう中で来ましたからね、まあ、うまくいきますよってことで目標だけはこう失わずに行こうということでね、落合さんがあの時々マウンドの方にこう行ってボソ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 って何かおっしゃいますでしょ。あれ何をおっしゃってるんですか。うん、何を言ってないですよあれは。あら、まあ、だけど打てって、それ僕もやっぱ打ってほしい。そうありますからね、はい、やはり打線とこううまくピッチャーっていうのは力ある時は先発完投、まあ、完封、いろんなことで目標を掲げていくんですけどね、はい、まあ、今の正直言いまして僕自身の今の気分ではね、それ昔と違うっていうのは分かりますからね、なるべくならこう甘えるとこは多いに甘えよっていうのはありますからね、打ってほしいっていうのは、まあ、打てなければ勝てないって、ピッチャーっていうのはそういうもんだと思うんです。まあたとえいいピッチングしたとしても、はい、ハドラックで終わりますからね、記録っていうのは勝ちか負けしか終わらない場合は考えられないです。そうですね、はい、まあしかしね、長寿がこういいピッチングして、今日も勝った今日も勝った、もうそろそろお前嫌われるぞなんてこう言ったことがあるんだけどね、やっぱりね、長寿が勝つとね、あ日曜日が来たんだなという感じするんだよね。そういう意味ではね、本当サンデースポーツスペシャルショーっていうのをね、 NHK 賞金ぐらい出さないかな。ね、そんな予算ないかもしれないけど、それぐらいね出したっていいぐらい、それぐらいもうね、我々の番組にはねものすごく協力してくれて、ちょっとボーナス全部出しなさい。皆さん、あのサンデー長寿と随分途中から騒がれましてね、はい、あの辺が重になったりはしませんでした。なりましたね。最初はね、1勝目した時はもう本当僕自身は夢まで考えたその1勝っていうのを何回も見ましたからね、ええ、その後ね、じゃあ2勝目はどうするかってなった時に、これからはまあいろんな球団にも不安にも迷惑かけたとありましたからね、これから村田兆治の新しいまた一生あげるんだって気、その気持ちだけでも乗り切ってきましたからね、うん、日曜日になるとそうですね、5つ6つぐらい勝つとも星野さんさっき言われた通りプレッシャーがありましたね、うん、まあね、そういうことでね、来年もまたサンデー兆治と言われるようなピッチングをね、日曜日にはしてくださいよ、頼むよ。ありがとうございます。まあ今日はゆっくりちょっと番組見ていってください。はい、よろしくお願いします。先ほど落合さんの打点表示が115となっておりましたが、正しくは144ですね。失礼いたしました。ごめんなさい。申し訳ありませんでした。すみませんでした。じゃあ、今日のプロ野球結果お伝えしましょう。